はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はワインです。結構有名なワインです。コノスルというワインですね。こちら。コノスル、カルメネール、バラエタル。難しい名前ですか？ここに書いてありますが、プラムやブラックベリーの果実香と、チョコレートやスモーキーなフレーバーを感じる、豊かできめ細やかな、タンニンが楽しめるワインですと。ですね、こちら、とうとう、ワインの、ね、境地に達したというかね、ボディがですね、フルボディ。これ今まで俺ね、ライトボディかミドルボディしか飲んだことないんですよ。フルボディ。適温が、16度から18度。合う料理がサーロインステーキ、ビーフシチュー、バーベキューなど。アルコール度数が13%。原産国がチリです。こちらがですね、コノスル。結構チリ産のワインは非常に、なんかいいらしいです。美味しいらしいです。出来がいいらしいです。コノスルというのはですね、これ、自転車？のマーク。というか、マークというか、自転車が書いてある、描かれているやつなんですが、結構有名な、まあ、安ワインなんですが、1000円ぐらいのやつです。ということです。ね、フルボディ。まあ、今まで飲んだことない。ね、重厚な味わいの、やつだと思いますが。で、まあ、いいや。とりあえず、飲んでいきたいと思います。の前に、ちょっとググります。カタカナでコノスルでググると、この味でこの値段？驚異のコノスル。実勢価格700円からの値段で、豊かに熟したブドウの風味が生きたワインが飲める。あ、これ違うわ。1000円じゃないわ。これ確かね、700円ぐらいで売ってたやつだ。まあ、こちらはですね、本当に安いです。で、まあ、まあ、評価が高かった。という。まあ、ことで、まあ、買ってみたんです。あ、以前飲んだボジョレ・ヌーボーですが、まあ、あれでちょっとワインが、うまいなと、ね、思いまして、ちょっと買ってみました。ね、どんなもんかと。まあ、能書きは後にしてね。では、飲んでいきたいと思います。まあ、普通のね、ボトルキャップワインですが。とりあえずね、フルボディというのはどんなものかと。ちなみに、あれがライトボディです。以前飲んだ、ボジョレ・ヌーボーは、フルボディではなく、ライトボディ。ライトであそこかと。結構きつかったんで、フルボディ、むむという感じですがね。ね。で、いくつかあったんですよ、このコノスル。3か4種類ぐらいか5種類ぐらいあったかな。
何ですか、このチョコレートやスモーキーなフレーバーを感じると書いてあったんで、あ、ちょっとスモーキーなのいいなと思って買いました。あ、ほんとスモーキーだ。香りが。今までにない、この、いわゆる、ブラックニック8年を飲んだ時の、若干の燻製のような煙たさが若干感じられます。うん、それじゃあ乾杯。お、酸っぱくない。うん。酸っぱくないし、そこまで渋くもない。た、なんかどっしりとくるような。あ、でも意外ですね。酸っぱくないので飲みやすい。だけど、舌にかなり、渋みというか、渋いっていうか、うん、まあ渋いんだろうな。このなんか舌がさ、なんかさ、に残るさ、なんか、この、残ってなんか、違和感を感じるみたいな。のが結構あります。ただし、ボジョレ・ヌーボーに比べると全然酸っぱくないし、もう酸っぱさが段違いでないで、ないね。うん。で、酸っぱさがないから、あんまりえぐみもない感じ。なんで飲みやすい。特にあんまり酸っぱくないので味があんまり強烈ではないですね。うん。ボジョレ・ヌーボーに比べると全然なんか、ボジョレ・ヌーボーってすげえなんか、あれだな。若々しいワインだなと思わせるほどの味ですね。うん。これは。うん。チョコレートやスモーキーなフレーバーを感じる。ブラックベリーやプラム。チョコレート、うん。うん。そこまであんまり分かりづらいですけど、まあ、チョコレートというか、うん。確かにスモーキーな香りは、どことなくするね。それでいて結構、渋いというよりは、若干苦めのコーヒーのような。苦さが。若干ありますね。うん、若干。うん。もう口に、というか舌にすっげえ残るね。渋さっていうより、なんかこの、舌がなんかこう、いわゆるさ、渋柿を食って、渋みたいな、渋さがなんか、舌がなんかさ、その、舌の表面がなんか固まる感じするでしょ？あれですね。
うん。うん。やっぱりチリって言うと、南アメリカですよね。ね。だと思うんですけど。まあ、なぜか高品質らしいです。フランスとかよか。いや、フランスとかよかじゃねえか。フランスよかはさすがにあれだと思うけど。品質的には結構高品質というのが、らしいですよ。しかも色がすげえ濃いね。やっぱり、ほら。ほらって言ってもわかんねえか。濃いね、やっぱね。なんとなく。濃い気がする。濃い気がする。カルメネール。カルメネール。カルメネールバラエタル。バラエタル。これか。色からすると本当にブドウ 100% ジュース。もう真っ黒ですからね。よか濃いですね、多分ね。100% ブドウジュースよか確実に濃いでしょ。色は。うん。カルメネールバラエタルの2011年と。一応これ2008年とかいろいろあるみたいですね。当然ね。ここには書いてないっていうか書いてはあるけど、ちっちゃく書いてある。これはなんかすっごいなんか、口の中というか、歯になんかあれ、ステインがつきそうな、もう、ワインですね。完璧に。まあ、こういうのはやっぱり、何か食わずに、そのままストレートに飲む、食中で食わないで、ってことでしょうね。食中酒ではなく、食後、とか、食前酒でもなく、食後だな、やっぱな。確かに。でも、フルボディってほどフルボディでもない。いや、もっとフルボディってほら、どぎつい感じはしたんですけど、意外と別にそんなでもなかった。だって、ライトボディ、ミドルボディ、フルボディってあるでしょ。多分ね。あると思うんですけど。だから一番今まで飲んだのは多分ライトボディしか飲んだことないと思うんですよね。だからあんまり。でもやっぱり、ここに書いてある通り、これそのまま飲むのはきついわ。サーロインステーキが食いたいね。で、飲みたいね。なんだかんだでね。
なかなか、なかなか強烈だ、これは。これはやっぱり、何と食うべきか、チーズ。かな？チーズとかと、チーズとかと食べたい、飲みたい。ぶっちゃけた話や。あんまりね、俺酸っぱいワインが嫌いなんで、これよかもうちょっとさらに酸っぱくないやつがいいかなって感じはするんですけどね。やっぱ若干酸っぱいですね。まだやっぱ酸っぱい。わりかし酸味は強いかな。強いっていうかまあ、これぐらいがまあ普通だと思うんですけどね。もうちょっと少ないのが俺的にはいいかなーっていう感じはする。ね。ということで、さらに関係ない話ですが、じゃん。こちらキーボードなんですが、薄さがこれです。これ。これぐらいの薄さ。ペラペラのね、ペラペラのキーボードを買いました。これなぜかっていうと、これはですね、ウォッカを間違えて、キーボードにこぼしてしまって、キーボードがぶっ壊れたんですよ。以前。つい最近。でね。で、新しいの買ったんですけど、防水がいいなと思って、Amazon でググって、防水のキーボード。1500円でこれ買ったんですが、これはひどい。これがひどい。もうね、やっぱ押し間違いとかがすっごい多い。なんかね、キーボードとね、キーとキーとの間がね、ちょっと狭くって、こじんまりしてるというか、なんか、で、押した感触もね、これ、シリコンなんで、シリコン製のキーボードなんで、ちょっと、押した感覚がないんですよ。ないっていうか、あるんだけど、なんか、曖昧なんですよね。で、まあ、いろいろとちょっとひどくてですね。ひどいと。だから、ね。返品することにしました。で、500円ぐらいのキーボード。また、エルコムの。新しいやつ。Amazon で買って。これで1500円。で、さらにまあ、防水対策として、まあ、キーボードカバーですね。カバー。を、まあ、買ったと。で、さらに、こちら買いました。はい。プレステ3でございます。ゲオでね、買ったんですが、ゲオで、2本、ソフトを買うと2000円引き。
っていうのがあって、あの、地球防衛軍4とね、あと、なんだっけ、オブリビオンね、中古と新品か。地球防衛軍4新品で買って、うん。オブリビオン中古で買いまして、ね。早速ね、最近はね、地球防衛軍をね、やりまくっとるわけなんですけど。面白い、やっぱオンラインプレイがね、非常に。オンライン協力プレイがまた面白いんだ。うん。まあ、ということです。ということで、近況報告でした。ね、どうしようかな。まあ、今回のあれは、これはもう間違いなくコクは半端ないでしょ。コクはもう五つ星間違いなし。甘みはあんまりない。香りは、まあ四つ星ぐらいが妥当か。うん。まあ、こんなもんですかね。ね。まあ、おすすめ度は四つ星といったとこでしょうか。はい。コクは五つ星間違いない。これは。もう、すごいです。甘みは二つ星あまりない。で、香りが四つ星。まあ、そこそこかと。で、見づらいな。で、おすすめ度が、なんかあんまり見えない。四つ星。です。今日が、12月の20日。もうそろそろ、あと一週間。ちょいで。ね、今年も終わります。うん。ね、特にね。まあ年末は特に予定は、ね、当然、あまりないです。うん、ということで、ご視聴ありがとうございました。